皆さん、こんにちは。リコです。ついにパレード発売しましたね。いや、もう今週に入ってから本当にパレード、お祭り騒ぎですね。私のところにもミュージアム版が届きました。いや、もう本当にめちゃくちゃ豪華でびっくりしてます。フォトブックの写真もめちゃくちゃ素敵ですね。後半から は見たことのないマーゼルのメンバーの表情や衣装を見ることができてこれがまためちゃくちゃ素敵すぎて本当に宝物になりましたということで今週に入ってから本当にいろんなところでマーゼルのパレード盛り上がりまくっていますけれども今日はそんなマーゼルのパレードに関するお話であったり今後のスケジュールなどをまとめてお話ししていきたいと思います トピックスは3つです。1つ目がパレード各チャートで1位続々獲得という件について。2つ目がマーゼルのスケジュール本日3月20日から27日分。3つ目がマーゼル出演予定ライブイベントの情報をまとめについてです。はい、ということでマーゼルのパレードスタートダッシュがすごいですね。 月曜日の0時にデジタルリリースされてから、いろいろなチャートですでに第1位を獲得しています。私が見つけた限りにはなりますけれども、例えば、レコチョクさんではアルバム、ハイレゾアルバムともにデイリーで1位を獲得していましたし、ミューモさんでもデイリーアルバム1位、モーラさんでもデイリーアルバム1位を獲得しています。 他にもタワーレコードミュージックや LINE ミュージックなどでもデイリー1位を獲得しているということで、このアルバムが本当にたくさんの方に届いているんだなということがとても実感できますね。そして Spotify でもなんとバイラル5 0で第1位を獲得中ということで、こちらもめちゃくちゃすごいですね。 バイラルのプレイリストの1曲目にこのパレードが入っていますので、またこちらからたくさんの方にどんどん広がっていくと思いますので、このマーゼルのパレード旋風はしばらく続きそうだなというふうに、とても楽しみに思っています。さらに昨日渋谷の HMV さんでは、 なんとフラゲ日にもかかわらず午前中のうちお昼くらいにはすでに全携帯の CD が売り切れてしまったということでとても話題になっていましたね。これも本当にびっくりしました。今日は改めて入荷しているようなんですけれども昨日まだ発売日前日にもかかわらずこのような現象が起きているということで本当にマーゼルのパレードの発売を 街に待っていらっしゃった方がたくさんいらっしゃったんだなというふうに思いますし、あとはついにパレードのロンドンバスも街中を走っている様子も見ることができましたね。渋谷津田屋さんも今お店は改装中でクローズしているにもかかわらず、駅に広告を出してくださっていたりと、本当にあらゆるところからこのマーゼルのパレードをお祝いする雰囲気が続々と伝わってきて、私もとても嬉しく思っています。 はい。ということで、そんなマーゼルのパレードですが、ついに今日リリース日を迎えたということで、今日はライブ配信などいろいろな予定が入っていますし、またここから先のラジオなどの出演情報もたくさん増えていますので、改めてマーゼルのスケジュール本日3月20日から27日分をお届けします。3月20日水曜日。 まずは昨日3月19日に発売されました雑誌週刊テレビガイドにマーゼルが掲載されています。そして本日はファーストアルバムパレードのリリース日ですね。おめでとうございます。0時からは OD プレミアムにてマーゼルレディオステーションディレクターズカット版です。17時には Spotify にてパレード Spotify キャンバスシェアキャンペーン今日は a i k くんです。 17時台には FM 大阪、インテンス、海イくん、ナオくん、コメント出演です。19時30分からステーションヘッドにてリスニングパーティー、メンバーから2人が出演です。20時からインスタグラム、TikTok にてライブ配信が行われます。そして20時30分からは YouTube にて YouTube ライブ。21時からは何かが公開されるということで、今日は何なんでしょうね。めちゃくちゃ楽しみですね。 3月21日木曜日、雑誌ピアミュージックコンプレックスボリューム31、表紙、裏表紙をマーゼルがジャック、そして大特集が組まれています。午前7時30分から FM ギフにてモーニングスプラッシュ、はやとくん、えいきくんコメント出演です。午前10時で受付終了となりますのが、パレードシリアルナンバー特典応募第1回分です。 そして11時から受付開始となりますのが、パレードシリアルナンバー特典応募第2回分です。3月25日の午前10時までです。15時からチケット発売となりますのが、ネクストバイラルアーティストミュージアム会員抽選選考分です。3月31日の23時までです。15時台、E ラジオキャッチ、セイトくんタクトくんコメント出演です。 16時で終了となりますのが、マーゼル特別仕様オリジナルロンドンバスの走行が終了です。16時台、FM802、802、ラジオマスターズ、海流くん、ナオくん、コメント出演です。17時、スポティファイにて、パレード、スポティファイキャンバス、シェアキャンペーン、この日はタクトくんです。19時から、都内某所にて、アイス、フィート、レイコのミュージックビデオ先行上映会が開催されますね。 こちらは当選者限定のイベントとなっております。3月22日金曜日、15時台 FM 福岡にてブッチカウントダウンレディオ、ラン君、ん、りゅくんゲスト生出演です。16時30分からはクロス FM にてミッシュマッシュフライデー、金妻、ラン君、ん、りゅくんゲスト生出演です。マークイズ、福岡ももちグームホテルスタジオにて観覧可能ということです。 17時、スポティファイにて、パレード、スポティファイキャンバスシェアキャンペーン。この日は、海竜くんです。18時台、JWAVE にて、スタートライン。直也くん、生徒くん、ゲスト生出演です。19時30分から、ステーションヘッドにて、リスニングパーティー。メンバーから2人が出演予定です。20時頃、当落発表があります。パレード、シリアルナンバー特典応募の第1回分です。 二十時代、エアー G、イマリアル、セイトくん、タクトくん、ゲスト出演です。26時から、MBS ラジオにて、M ラジ、ミュージックトレジャーズ、カイリュウくんとナオヤくんがナビゲーターを務めてくれます。3月23日土曜日、午前10時から、ミュージックジャパン TV にて、最新ミュージックジャパン TV カウントダウン、カイリュウくん、ナオヤくんコメント出演です。 午前10時台、岐フちゃん、ラジオ、土曜日、エイキくん、電話ゲスト出演です。13時から、東京 FM にて、JA 全農カウントダウンジャパン、海流くん、エイキくん、ゲスト出演です。14時30分から、日本テレビにて、エンティーム学園2学期、エンティーム×マーゼルコラボという風に書いてありましたね。これめちゃくちゃ気になります。 おそらくビートアックスでのライブの様子が少し放送されるのかなというふうに思っています。エンティーム学園は関東ローカルですが、放送終了後、Hulu や TVer で見逃し配信があります。17時、Spotify にてパレード、Spotify キャンバスシェアキャンペーン、この日は隆起くんです。19時30分からステーションヘッドにてリスニングパーティーが開催されます。メンバーから2人が出演予定です。 20時30分から FM 横浜スタートラインカイリュウくん、ハヤトくんコメント出演です。22時からは TBS ラジオにてトークアバウトカイリュウくん、直也くんゲスト出演です。来ましたトークアバウト。今回もめちゃくちゃ面白くなりそうですね。23時59分までレミノにて先日マーゼルが出演しましたスターライトプラス2024こちらの配信が終了となります。 3月24日日曜日、16時から FM 横浜にてサンセットブリーズ、海竜くん、ランくんコメント出演です。17時、スポティファイにてパレード、スポティファイキャンバスシェアキャンペーン、ランくんです。19時30分からステーションヘッドにてリスニングパーティー、メンバーから2人が出演です。20時から東京 FM にてマーゼルレディオステーションです。 23時からはスペースシャワー TV プラスにてマーゼルスペシャル、ミュージックビデオスペシャルです。この日で申し込み終了となりますのがジョイナスインザパレードミートアンドグリートの6月1日から15日公演分です。こちらはファンクラブミュージアムの会員の方限定の企画となっております。3月25日月曜日、雑誌ローリングストーンジャパンボリューム26にマーゼルが掲載されます。 午前10時で受付終了となりますのが、パレードシリアルナンバー特典応募の第2回が終了となります。11時から受付開始となりますのが、パレードシリアルナンバー特典応募第3回分です。4月2日の午前10時までです。12時51分から、ベイ FM イット、なおやくん、えいきくん、コメント出演です。17時、スポティファイにて、 パレード、スポティファイキャンバスシェアキャンペーン。この日はセイトくんです。17時から FM 三重にて月目、隼人とくん、えいくん、リモートゲスト出演です。19時からインスタグラムにてアーキテクト会員限定のインスタライブが開催されます。マーゼルからは、直おやくん、ランくん、りゅくんの3名が出演。そして、れいちゃんも出演ということで、4名でのインスタライブです。 22時からはスペースシャワー TV にてマーゼル T タイムスファーストアルバムパレードリリーススペシャルが放送されます。こちらも初めての放送となりますのでとっても楽しみですね。23時59分でチケット締め切りとなりますのがファーストワンマンツアー2 0 2 4ジョイナスインザパレードレジデント会員限定分です。 この日で終了となりますのが、パレード発売記念で各ストアで現在行われておりますキャンペーン。こちらが3月25日月曜日で終了となります。そして、この日の深夜に MBS テレビにて MMTV が放送されます。海竜くん、なおやくん、コメント出演です。3月26日火曜日、午前7時台。 FM ノースウェーブにてかつインザモーニング、o r n i 生徒くん、タクトくんコメント出演です。19時からは豊洲ピットにてライブが開催されますね。スペースシャワー TV プレゼンツマーゼルザショーケースサポーティットバイ r t e j コムこちらのライブについてはメンバーが提案した企画が一部採用されているといったような情報もちらほらと出てきていますのでとっても楽しみですね。 現地に行かれる方楽しんでらっしゃってください。そして20時で終了となりますのがマーゼルポップアップストアパレード。こちらがこの日で終了となります。20時頃登録発表があります。パレードシリアルナンバー特典応募の第2回分です。3月27日水曜日、0時から OD プレミアムにてマーゼルレディオステーションディレクターズカット版です。 22時からはスペースシャワー TV にてマーゼルミュージックビデオスペシャルです。はい、今後1週間のスケジュールは以上です。数日前に投稿してからまたいろいろと追加になっていますので、またここからももしかしたら追加があるかもしれませんが、現時点でわかっているものをこちらに掲載してみました。 はい。では最後にマーゼル出演予定ライブイベントの情報まとめです。こちらは前回から変わっていませんので、必要な方は各自でご覧になってください。ついにパレードの全貌が明らかになって、全体を通して聞いた時のアルバムの まとまりというか全体的な構成がものすごく素晴らしいなというふうに思いましたし、あとはそれぞれの歌唱力の進化であったり、また聞いたことのない声色、歌声、歌い方というものを聞くことができて、マーゼルの進化を本当にまた感じることができました。とにかくこのアルバムどこからどういうふうに切り取ってもめちゃくちゃオシャレだなというふうに思いましたので、 このアルバムを引っ下げたマーゼル初のワンマンツアーが6月から始まるということでこれはますますこのツアーに対する期待もどんどん膨らんできてどんどんますます楽しみになってきましたねはいということでついにマーゼルパレードがリリースされましたここからまたいろんな出演もどんどんと続いていきますのでたくさんパレードを聴きながら盛り上がっていきたいなと思っております どうもありがとうございました。リコでした。